おい舞姫違うじゃないかそれはみたいなことはないですからね。大丈夫です舞姫さん。ナミさんね、みんなの銀行は本当ナミさんの言われた通り、まあ、一語一句私もね同じことを申し上げているというところもありますし、同じことを考えております。あのね、私が1000円欲しい2000円欲しくてやってるわけではないんですよ。そうではないんですよ。そんなのは小さな話なんですよ。大事なのはこんな素晴らしいね、簡単でしかも次の日にお金になる案件をあなたがやってるかどうかなんですよ。だからね、最初に紹介コードをつけて、そして1000円をお互いゲットするわけじゃないですか。その体験をするんですよ。その体験をもとにあなたが今度は誰かを喜ばせてあげてください。そうするとあなたにも恩返しが来ますよってことなんですよ。だからね、もう私とね舞姫さんが1000円を取り張ってるって、そういうレベルの話じゃないですからね。ね舞姫さんね、そうじゃないんですよ。でこれをもとにね、 YouTube とかメルマガとか LINE アット活動をしてください、役に立ててくださいってことなんですよ。そうするとね、こういうふうに答える人がいると思います。いや YouTube なんてやってないんですよと、 LINE グループなんてやってないんですよとか、メルマガやってないんですよ。違う、このみんなの銀行っていうのをもとに第1号のメルマガを発行してくださいってことなんですよね。最初から読者いないんですよ。読者ゼロ、視聴者ゼロ、それでいいんですよ。そういうスタートですからみんなね。でもみんなの銀行という案件をメルマガとか YouTube のチャンネルに搭載した時から、この YouTube ってのがありますよとかね、メルマガってのがありますよっていうふうに言えるじゃないですか。それから読者になった人が、視聴者になった人が、おみんなの銀行ね、確かにこれすごいじゃんっていうか、あ知ってる知ってる、これもうやってるけども、あこういう情報を届けてくれるんだね、よしチャンネル登録しようみたいに起きるわけですよね。で私のメディアにして言わればね、熟成さんがみんなの銀行を久保さん紹介してくださいって言ったら別に紹介しますからね。いやみんなの銀行は俺が稼ぎたくってやってるんだから、他の人は紹介しないよってことじゃないですからね。実際今までに私以外の人のみんなの銀行のね紹介動画を私何回も搭載してますからねだからこんなお人よしな塾長はいないですよということですね、ナミさんね。だからね、自分が稼ぎたくってやってると思ったらまだね、ちょっとまだ分かってないですよね。ねえナミさんね、違うんですよ。あなたを稼がせるのが仕事なんですってことですよ、ね、だから俺が稼ぎたくてやってたら頭金3万とかやってないんですよ。30年ローンとかね、そんなんやってないですよ。商品販売なんてほとんどないでしょ私のところから。こういうふうなお得な案件をどん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 流して、稼ぎの第一歩にしてもらいたいなと思うんですよ。ですので今回ね、ご質問いただいた相川さんね、本当にね、質問いただいたりとか、みんなの銀行に取り組んだところはすごいです。その第一歩さすがだと思います。でも次の瞬間から今度は自分が広めていくっていうことをやらないと、何かを広めない限り収入にはなりませんからね。いい話をいくら聞いてもお金にはならないんですよ。そのいい話を使っていかないといけないんですよね。そういうことが、まあ、ナミさんも言いたかったんじゃないかなと思いますし、私の考えている通りのことをね、舞姫大学でもちゃんとお知らせしてくださってるということで、すごいじゃないですか。ありがとうございました。それではこれからもよろしくメカドック。